どうも、ただまです。どうも、カイトです。こちらございますね。ゴキジェット。新宿のマンホールにゴキジェットぶっかけたら、たぶん、ゴキブリが大量発生するんじゃないかと思って、もう緊張感のある撮影なんで結構噛みました。この期間でも。まあ、YouTube 界が今ね、ピリピリしてますのでね、ここでね、はい。まあ、ゴキブリでも出そうか、わかんない。全然わかんない。全然。何も変われへんと思う、ゴキブリ出ても。何も変われへんから。うわぁ、あれだ！もうおばあさんが出てくるからね。これでしばらく待つと来るらしいよ。タバコポイ捨てとかなったら結構ヤバいことになっちゃうから、中のガスがなくなるまではちゃんと見守ろう。出たらうめえよ。そのまま行ったらこう通行人とかでパニックになるんだろう。あ、ここそこ。うわ、来た。うめえ。これうめえっちゃ。いや、出たよ。また来るからねって、ほら、また来るからねって。また来るからねって。最後、別れのキスぐらいしなよ。また来るよ。来るよ。ありがとうって。はい、ありがとう。行こう。絶対カットせんといたい、今。こんばんはって、ちょっと挨拶してみ。こんばんは。留守だね。留守だね。レオ君いますか？あ、流星の弟？そう。あれ？あ、お疲れっす。あら、今ゴキブリが通りましたよ。失礼よ。いつでもこれぶっ叩いてやるぞ。それこれ文春よ。人を叩くやつでゴキブリも叩いちゃう。文春砲バチッ。出てこねえなぁ。ダメだなぁ、出ないなぁ。もうやだ。文春砲撃ちたいだけなんだよ、こっちは。もう一匹倒せりゃいいよ、もう。ガルさんの頭叩きに行く。バカ。一番出しちゃいけないじゃん。いや、もう全然害虫とかじゃないよ、もうここまで来たら。ミヤマクワガタぐらい嬉しいよ。ということでございまして、ゴキブリは一匹しか出ませんでした。一体何がいけなかったんでしょうかね。久々ですね、こんなになんか最初から最後までほぼ何も起きなかった撮影っていうのはね。まあ、唯一起きたことといえば、僕が、財布をなくしたことです。チャンネル登録よろしく。